今日は新潟へスキーに来ました。6日スノーリゾートへ行きます。およそ700メートル先、塩沢小学校入り口を左方向です。初めて行くスキー場なんで勝手が分かりません。およそ300メートル先、塩沢小学校、まもなく左方向です。どこだ？左方向です。左方向です。これナビ場所設定間違ったみたい。こんな民家みたいなとこ通るんかね。あれ合ってないよ、通行止めになっちゃったもん。どうやって行くんだ、どうやって行くんだ、なんだよおい。失敗しました。昨日の地震の影響で北陸道は新潟県の一部区間と富山県黒部インターと石川県長井インターの間、6日スノーリゾートへ行く。6日スノーリゾートを名前でお調べしました。1番目6日スノーリゾート、これ間違って、こっちで行こう。6日スノーリゾートセンターロッジを経由地追加と追加。一般道を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。どうやって行くんだかわかんねえ。およそ1キロ先右方向です。どうやって行くんだかわかんなくなっちゃったの。同じ道案内しちゃうよ。およそ1キロ先右方向です。違うんだよそれが。見えないの、スキー場スノーリゾート、こっち側か。これか。あれ上野原高原温泉。まもなく斜め右方向です。すいません。その先目的地周辺です。斜め右方向です。すごいね、なんかこれ持ちになった気分だ。あ、いやいやいや、どこですか。この間でいいんか。あんまり丁寧じゃないんで。ここって言って、まあいいか。狭いんね。えい、はい、お疲れ。ただだったね、駐車場機。危ねえ、そうです。アイテムになったね。なんつってもおにぎり食いて。なんだっけ、魚沼さんコシヒカリだ。おいしい。ミキまた熱だよ。あいつ毎年毎年年末熱出してるよね。あ、せっかくあれだからの取ってやろうか、うん。まだいいよね。楽しみたいよ。取られると嫌だよ。やってよ。古いよね、でも、うん、こっち？結構いや、
違う違う、飲んだこっち言わなきゃいけない。あ、なにか、そういうこと。へぇ、なんで回ったの。だって、これ、消す、あれをバックに取る。ちょっと待って、持って、たまに参加して持ってみな。うん、いや、どっちでも大丈夫じゃない。なんて書いてある。Thank you.
以上です。